ですか。肩が痛い。どうしよう。肩が。あ、なんか頭かゆくなってきた。汗かいて。もうやだ。知らんがな。あれなんす。何するの？いや、俺寂しい時に構ってもらおうかな。楽しいかなと。お試しでね。で、明日までやって、荒れ果てたら消す。入った？プレゼントください。やる？ T シャツとパーカーやる？夜中までね、付き合ってくれてるからね。やるってなんでオープンチャットでやるって言ってるの？こっちでコメントしろよ。意味が分かんないよ。やるって聞いたらオープンチャットでやると言ってるんだよ。どういう神経してるんだろう。ルイジさん面白いね。あのタイトルが孤独が俺を強くするってタイトルで、あのルイジさん2人でいるんだけど、ようわかんないな。孤独じゃないじゃんな。パーティーどうしたの？お帰り。なんや。ノアってあの名前変えた方がいいよ。オープンチャットとふわっちの名前変えた方がいいと俺説明したよ。そうしないとなんかアンチにロックオンとかされるよ。名前変えないと。わからないようにしないと。気軽にコメントできないよ。適当な名前にしたらゼロワンのチンコ舐めたいとかオープンチャットで遊べるのに。センジもそうだよ。あの一回抜けて作り直しな。いやな、適当でいいんだよ。アリサとかね、何でもいいじゃん。でもそういう時にやっぱセンス出るよね。ギャグ線高いとやっぱ名前も面白いっていう。出会い系じゃないっつってね。 LINE 飛べないっつってんの。架空の LINE のアカウント作るのに。お前頭悪いな。219号、繋がれないっつってんだろ。言ってること分かんない。オープンチャットのための名前とか設定するんだよ。オープンチャット教えて。もう教えない。夜中にクリスマスに俺の相手してくれた人だけ特別だから、もう広めない。部屋の名前教えたくないよ君。他の枠見てね。
見る枠なくなってね、俺の枠に来たような、お前に教えないよ、いい加減にしてよ、都合がいいよ。なんでそう都合よくしてくるの、俺のこと。都合よく利用しないでよ。あ、ブーツファンタスティックアディアンス、ルックさん、なんで怒ってるの。体力の限界だから。で、今どこにいるの、忘れちゃったわ。どこに向かってた。神田ね。あ、寝ていいって言ったの。俺が寝てもいいよって言ってもお前起きてるじゃん。なんで起きてるの。それは答えじゃん。今起きたの。お眠じゃなくて肩が痛いの、足と。昨日は怒ってないよ。ののか、まゆって名前出すな、俺の枠で。分かったか。一回注意しとくぞ。お前次名前出したらブロックな。分かった、ののか。まゆまゆうっせえから。ありがとうね、リス。ブロックしてあげな。お前ブロックな、性格悪いから。ののかじゃなくて、お前ブロック。めんどくさいから二度寝する。もう三度寝、四度寝しな。で、日曜日ぶち壊しな。クリスマス夜まで寝ろ。お前はイライラして怒ってる。あ、ファンタスティックが9個になっちゃった。ありがとうございます。怒ってばっかりだからね。ずっとファンタくれてたのに。9個になっちゃった。ルックさん。豚汁うどんは美味しくないよ。豚汁は豚汁の方がいいよ。もうやさぐれてるから全部のコメントに噛みついちゃう。どうしよう。疲れた。でオプチュアニストもほったらかして何やってたの、正直に言えよ。空白の6時間何やってた、一生懸命歩いてるのに。いなかったよね、ずっと新宿あたりいたけど。彼氏か、何してた、正直に言えよ。何やっとったんだ。俺をほったらかしにして、クリスマスに俺おどついお願いしたよね、クリスマス一緒に過ごしてほしいって。なんでイラストを優先するの。俺が配信してない時にイラスト描けばいいじゃん。俺よりイラストが大事っていうこと。それだったら見方変わるよ、香りいらっしゃい。お前の見方変わってくるよ。お気に入りリストから外していい、イラストの方が大事だったら。外していいよ、お気に入りリストから。なかなか入れないよ、お気に入りリスト。アリネもジャストミート当たるもお気に入りリスト入ってないよ。オカボンヌは入ってるけど、どうすんの。お気に入りリストって一応あるんだよ、100人ぐらい入ってるけど。外していいの。寂しがらしてごめんねって謝ったら外さないけど、どうすんだよ。お気に入りリストはよくコメントする人が入ってる、コメント勢が入ってる。
っぱコメント大事だからね。ガリちゃんも入ってよくコメントするから。でタヌキは入りようがないじゃん。でサワちゃんもギリギリ入ってる。どうすんだ、申し訳ない、ちゃんとやろうよ。課金リスナーじゃなくてコメント勢が入れるって言ってるだろ。お前の解釈の仕方やるなよ。私は入ってるよ。アリナは入れないよ、コメントもしないのに。コメントしろやじゃん、いつも。シャナカも入ってないよ、そんなコメントしないでしょ、たまにしか。ポツポツしか。俺はって政治寄りだったじゃん、最近。どっちが好きなんだ、お前。言ってみろじゃん。サンタン、ありがとうございます、花火。ブリッジ、言えよ。政治と俺、どっちが好きなんだ。答えろ、早く、今すぐ。即答で。考えるな。感じろ。答えろ、早く。あ、花火、ありがとうね。ゼロワンなの？じゃあ、お気に入りリストで、上位に入れてあげるよ。セララもありがとうね。俺のね、徒歩旅見てるやつって分かってると思うよ。俺歩くの好きじゃないんだ。だからいつも歩くときって怒ってるんだ。職人は最近来ないしね。眉編の序盤に来てて、そっから眉編が飽きられるにつれて来なくなったじゃん。それ説明しろよ。じゃあどうなってんの。俺一人一人の出入りとかリスナーの出勤率って取ってるから分かるんで、頭の中で。記憶力いいから。なんでお前先来ないの、職人は。なんでか言えよ。なんでだよ。なんで出勤率下がってんの。例えばミルキーとかアリちゃんとかはもうほぼほぼ 100% なんだよ。そういうリスナーもいるの、皆勤賞リスナーも。でごめんねって理由聞いてるんだよ。正直に言えよ。腹割って、男同士なんだから。飽きたとか最近つまんなかったとかあるでしょ。答えろ早く、職人マン。つまんないから見る気ないと思う。374号見てるじゃん今、バカ。説得力ねえんだよバカ、見てたら。じゃあなんで見てるの、説得力ないの。職人も早く答えないよ。で他のやつ答えなくていいから、聞いてないのに。タヌキの分際で構ってもらおうとするなよ。たまたま見たけど、たまたまが長いね。他と行け。ツーツー通過しろ。ほら政治の幕見てた。で政治がウイタンと復権してつまらなくなって戻ってくるみたいなのが一番嫌なんだよ俺は。利用して政治が復権したらゼロワン見とこうかって戻ってくるんだよ。ほらもう政治つまらない。